しています。しかし今高野上が手を挙げました。いいです。控えの力士は物言いをつけることができるということをみんな知ってはいるんですけど、なかなかこう手を挙げるっていうのが雰囲気としては難しいです、ね、そうなんですよね。やっぱりどうしてもこの審判の親方が座ってて、自分以上に厳格に見てるんじゃないか、そうするとこう手を挙げるのは失礼なんじゃないかっていう気持ちが働いてしまうんですけどもね、やっぱり冷静ですよね、土俵下で相撲を見ていても、ね、はい、